今日は妖怪現れますかね。来るさ絶対。自信あるんだろお前。違うのか。はい、自信はあります。ならもっと堂々としてろよ。お前がそんなじゃ俺たちの方まで落ち着かねえよ。はい、任せてください。光、今日は絶対に来ます。そうそう、その息だぜ。どうやらサイドノの言葉通りやってきたようだ。ヒヒー、青人間め、待ち構えきるとはやるな。ヒー、しかしヒー、お前に俺が倒せるかヒー。倒せるかなんてやってみなきゃ分かんねえだろ。いいよな人間め。ひならば勝負してやる。ひHee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 
へー、この人間やる気？悲鳴を上げても許してなんかやらないぜ。この絵、妖怪はだいぶ弱ってきたぞ。言われなくても分かってるさ。これでとどめだ。てりゃー、ひー、よし。ヒカル、お見事。この程度の相手なら楽勝だい。気を抜くなよ、この絵。今のやつは妖怪の中では弱い方だ。次はおそらくもっと強いのが来る。ちぇ、少しぐらいは褒めてくれたっていいのに。おはようございます、ヒカル。いつもお勤め、ご苦労様。なあ、サイ。ふと思ったんだけどさ、倉田さんとかザマ様とかも次の一手を予想してるだろう？はい、そうですね。俺たちが喜んだり残念があったりするように、あの人たちも一喜一憂するのかな。それは当然でしょう。外したら残念でしょうし、当たったら嬉しいはずです。でもさ、なんか想像すると面白いんだよ。外したらザマ様はすごい怒るんだろう、多分。菅原様は小さくなっちゃって、倉田さんは我関せずって感じで鼻なんかほじったりして。ヒカル、真面目にやってる人を茶化すのは良くないですよ。でもさ、ヒカル、ザマ様たちも私たちと同じように次の手を予想し、妖怪を捕まえに行っているのです。いわばライバルですよ。馬鹿にしたりしてはいけません。それこそ油断につながります。チェッ、真面目でやんの。ほらほら、面白いことを考えてないで。今日はどうするんですか？なんだよ、サイだって面白いって思ってるんじゃんか。ヒカル、それじゃ行こうか。はい、出かけましょう。で、どこ行く？それでは、あかりの君、早速囲碁を始めましょうか。
よろしくお願いします。まずは布石が大事よね。私が次に打とうと思ってたのに。負けました。勝った。ヒカル、すごいです。サイ様、ヒカル、ご指導ありがとうございました。二人とも毎日遅くまで大変でしょう。これ、逆に立てて。サイ殿、よろしくお願いします。Thank you.
それでは私はこちらに。お二人とも確かに打ち終わりましたね。それでは再度の、また夜に。お疲れ様、コノエ君。みんなもお疲れ。で、今日は誰を連れてくよ。遠慮はするなよ。わかった。なるべく頑張ってみるから。さて、今日の報告をまとめなくちゃ。何の気配もねえな。もしや私の打った手が間違っていたのでしょうか。確かにあやかしの気配がしない。これはどうやら。まだまだ、どっかで息を潜めてんのかもしれねえぜ。倉田様がもののけをお捕まえになられました。そうか、帰るぞ。申し訳ありません。私が読み違えたせいで。明日があるさ、気にすんな。でも気にしすぎるのはお前の悪い癖。明日頑張ればいいだろ。でも、いいえ、そうですよね、光。